こんにちは。ラコードハッピー結婚しようチャンネルです。いつもご覧くださりありがとうございます。今回は雑学シリーズ16回目になりました。前回アルファベットの略語 A から I までを抜粋してお話ししましたが、今回は J から、ね、Z までお話しする予定でしたが、S が、ね、思ったよりたくさんあるため、R までのお話となります。J の、ね、一覧で目についたのが JAF、JAF やら JASDAQ、JAXA といったアルファベットの、ね、略語がどれもよく聞くワードだと思うんです。JAF はね、ジャパンオートモバイルフェデレーション、日本自動車連盟の略なんですね。JAXA がジャパンエアロスペースエクスプロレーションエージェンシー、宇宙航空研究開発機構、こんな感じでね、実際は何という名称の略なのか、今回もね、続きを調べました。シェアしますので、ぜひご覧ください。前回もね、お伝えしましたが、私は英会話を習ったことがありませんので、思いっきりカタカナ英語の発音です。ちょっとね、言い訳をさせていただけば、私がね、小学生の時は、昭和ですから、ALT の英会話の先生などいらっしゃいませんでした。中学高校の英語の先生でさえも今にして思えば十分カタカナ英語だったなと実感して思います。そんなわけですのでね、ご了承ください。 J の続きからいきます。 JAL がジャパンエアライン、ご存知日本航空ですよね。 JALO がジャパンアドバータイシングレビューオーガナイゼーション、日本広告審査機構。 JETRO がジャパンエクスターナルトレードオーガナイゼーション、日本貿易振興会。 JICA がジャパンインターナショナルコーペレーションエージェンシー、国際協力事業団。 JPEG がジョイントフォトグラフィックエクスパーツグループ、静止画像の圧縮方式で、他にね PNG とか GIF とかねありますね。 K いきます。 KBD がキーボードの略なんですって。KFC がケンタッキーフライドチキン、唐揚げチェーン店ですよね。ご存知、ケンタとも言いますよね。KK、これがね、株式会社なんだけど、なんで日本語なのかな？結構昔ね、この表記あったような気がするんです。ちょっとね、調べたんですが、コーポレーションが英語のね、株式会社なんですって。最近はね、COLTD って表記している会社が結構目立つなって思ってたんです。でね、この COLTD っていうのは、カンパニーリミテッドの略で、有限責任っていう意味なんですって。で、有限責任とはね、会社が倒産した時に責任が制限されていることって出てたんですよ。なので、株式会社を指して使われていると書いてありました。KDD が国際電信電話、COLTD が旧の国際電信電話株式会社で、今は KDDI コーポレーションが正式名称だそうです。と、KO がノックアウト。L 行きます。 L がラン、 LAN のランですね。ローカルエリアネットワークで、同一組織内の情報網という意味だそうです。 LCC が2つあります。ライフサイクルコストで障害費用で、もう一つがローコストキャリアで格安航空会社のことですよね。で、LIB がリブレーションが女性解放運動です。Linux がインターネットを通じて誰にでもダウンロードできるパソコン用の OS の名前だそうです。ROHS がライフスタイルオブヘルス&サステナビリティという意味で、健康でね、持続可能なライフスタイルという意味だそうです。 LPG がリクイファイドペトロリアムガス、これが液化プロパンガスの意味だそうです。 LSI がラージスケールインテグレーションで、大規模集積回路の意味だそうです。 M 行きます。 MA がマルチオーディオ、画像にね、後から音声を編集でね、入れることを MA って言うそうです。あと2つ意味があって、メンタルエイジで精神年齢で、メッセージエリアで単位料金区域、 Mac、 MAC ですよね。 Mac がマクドナルドではないです。マッキントッシュで Apple 製のパソコンの略称。モデムがモデュレーターっていうんですね。コンピューターのデータ伝送用変調装置だそうです。 N 行きます。 NASA
がナショナルエアロノーティクス&スペースアドミニストレーションアメリカ航空宇宙局 NASA がナショナルスペースデベロップメントエージェンシーオブジャパン日本宇宙開発事業団 NASA がナショナルアソシエーションオブセキュリティーズディラーズオートメイテッドフォーテーション NASA によるアメリカ転倒市場の相場報道システム NATOノースアトランティックトリティーオーガニゼーション北大西洋条約機構 NGO がノンガバメンタルオーガナイゼーション非政府組織に NEET がノットインエンプロイメントエデュケーションオアトレーニング職についていず学校機関に所属もしていずそして就労に向けた具体的な動きをしていない若者のことなんですってO に行きます。OB、アウトオブバーンズ、ゴルフですよね。OPEC が、オーガナイゼーション、オブ、ペトロリアム、エクスポーティング、カントリーで、石油輸出国機構、ODA が、オフィシャル、デベロップメント、エイ、政府開発援助。P 行きます。TAC3 が、これね、造語らしいです。パトリオットアドバンスルキャパビリティ。防衛省では、パトリオット能力改善3型の頭文字を取った造語だそうです。TPM が、パーツパーミリオン。微量に含まれる物質の量を表す単位で、100万分率ですって。で、Q と R に行きます。QA がクオリティアシュランス、品質保証。QB がクォーターバック、ポジション、クォーターバックですね。QOL がクオリティオブライフ、生活の質。で、RAM がランダムアクセスメモリー、随時書き込み、読み出し可能な記憶装置のこと。RAS がリモートアクセスサーバーが遠隔接続サーバーでもう一つあってリモートアクセスサービスで遠隔接続機能という意味もあるそうです。R&B がリズム&ブルース、リズム&ブルースで ROM がリードオンリーメモリーで読み出し専用の記憶装置。RNA がRPG がロールプレイングゲームですよね。もう一つあってね、リポートプログラムジェネレータープログラム言語の一つなんですって。でね、S が予想以上にねたくさんあって、今回はね J から R までお話しさせていただきました。それでは今日はここまでで、水曜にはデートスポットなどをご紹介しています。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。